はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はパズドランのバスセットで全ての降臨を攻略するマシンゼウスやっていきたいと思います。前回はマシンヘラをやったんで、そうですね、次はゼウスって感じなんですけども、回復なしってことで、セリカではなくオデドラ入れてます。オデドラと三成さんで回復しながらといった感じなんですけども、なんか鬼畜なところがあるみたいですね。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。最初なんですけども、2ターン全体に遅延してきます。で、3ターンの間こ、2ターンは攻撃してこないので、スキルダメを兼ねます。デッキドロップがないとあれなんで、そうですね、聖地はあまり今できない、できないわけじゃないけど、最近やってないからね、失敗する可能性があるのでしませんでしたが、おどうなってんだこれは。おどうなってんだ、いい感じ。さあ9コンボ突破はします。突破するんですけど、この2フロ目ですね、2フロ目に回復なしのくせに 80% ダメージ、体力3万3000あるんですけど、次のなんだっけ、先制攻撃が耐えられないんだっけか、なので、回復しました。悪くない、悪くない、悪くない。8コンボ回復がない分5色なんで、コンボは稼げるのかな。だから昔だったらね、ラーとか強かったんでしょうけど、今はラーハよりはもうバステッド感ですな、僕の中で。こいつの先制攻撃がちょっと攻撃力でかいということで回復したんですけど、スキル試すつもりだったんですけど、すみません、キドロップ以外のに2属性で倒しちゃったんですけど、こいつらはあの攻撃しない限りはあのずっと遅延してくるんですけど、スキルダメもできないので、バスセットで全体攻撃にしてぶっ飛ばします。逆にぶっ飛ばされないよね、あのパズルミスったらぶっ飛ばされます。 OK、 コンボはね結構つながるんでいいんですけども、どうでしょうかね。さあ5フロア目半分ですよ。ゴッドトランスコーツなにゃ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 、スキル使って突破したいよね。そろそろね、あのスキル使わなかったら突破できないってことがありそうですよ。それなりに前に追加されたマシンゼウスさんですけどね、まあ油断しない。これ盤面結構いい感じなんじゃない。あ、これあれだ、盤面10コンボ盤面だったんだ。コンボミスった。まあコンボは足りるでしょう。 OK、 いやはや途中で気がつく。エビーシールド、パラライズブレス、リーダーバインドなので、今回バステッドさんはバインド無効をね、あの297使って入れてました。さああなたの出番です。2色盤面、なぜ使ったかっていうと、キドロップがなかったから。ここは階段状の平積みでやっていきたいんだが、おっとっとっと、盤面10コンボー、まあ倒せるでしょう。全体攻撃もついてるままなので、いや気落ちてくるね、落ちてくるのはいいけど、次の分のコンボを落ち着いて。さあ7フロア目、気を引き締めてまいりましょう。ダウナーブレッド、3ターンから2ターン、ん2ターンから3ターン遅延されました。で、こいつの根性はあのバステトで上書きできるんですけど、バステトさんのスキル使ったとこなんで、根性発動させないようなコンボをしたいですね。どうだろう、スキル使ってないからこれくらいでも意外と半分いくかいかないかくらいかなと思ったら、まあ落ちてきたね。んこれどうだろうな、落ち込んなかったらギリギリ根性発動しなかったんじゃないか説があるけど、きついな、回復がないんですよね。
で三成さんが超優秀で2ターンの間半減しつつ回復ドロップを作ってくれる3色盤面なんですが、逆を言うと3色盤面にするはいいが回復が残ってしまうともうそれはお邪魔ドロップと一緒なんですよね。さあ8フロア目、こいつらは右側がね、なんか死ぬときに見えない根性みたいなのがついてるんですけど、こいつねなんかお邪魔ドロップがなんか作ってくるんですよ最後。確かですよ、記憶が正しければですが、問題ないですね。この僕のパーティーはそういうの 100% 無効化パーティーなんで。さて盤面級コンボといったところか、回復は全部消したので問題ないでしょう。お邪魔が落ちてきてるんですけど、まあ、お邪魔はなんとかなる。あ、毒ドロップか、猛毒ドロップを作ったみたいですけど無効化ですね。バステトさんだけで 100% 無効です。こいつなんですけど先制攻撃ね、パッとやってきましたけど、お邪魔ドロップをなんだっけ、ロックしました。最初に作ってその後ロックって感じなんですけど、僕が無効化しましたよね。これ盤面にお邪魔ドロップがなかった場合、先制で2万近くのダメージ与えてくるのかな。気をつけないといけないです。さあ突破だ。さあ最後マシンゼウスさん、先制攻撃は2回だけということで、何万以上のダメージ無効っていうのをねつけられなかったので、はい、2色盤面7コンボ以下吸収イコール8コンボ以上しなければなりませんが、まあ階段状にする感じのは得意なので、これは7ミードがめんどくさいやつだ。8コンボ落ちてきて11コンボ、ゼラさんの効果でプラスされて13コンボ、イエス OK。 まあ一回攻略見て大丈夫だよねってことを確認したので今回できましたね。マシンヘラですけども絶対にリベンジします、初クリアですということで。なんやお前持っとらんかったんか。ということでマシンゼウスさんでございました。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。